自然療法チャンネルブナの森です。バックパッカー必読の本をご紹介しますえ UFO 大全、まあ、こちらは必、えー、読の本です、まあ、皆さん読んでいらっしゃるかもしれませんけど私はこの本から始まりました、えー、この本を20代前半で買ってあのー アメリカの、まあ、荒野を行くのに必要な装備だとか考え方だとかの本なんですけど、まあ、日本にそういうところがあるかっていうとなかなかないんですが、えー、スピリッツ、まあ、精神っていう意味ではあのー、非常にワクワクしながら読んだ本であのかなり影響を受けましたであの日本語訳になって、あのー、出てるんですけど まあ私はもっと古いあの本を、まあ、20代ですから今から20年前ですねあの買って、まあ、それはもう絶版になって多分新しく翻訳し直されてると思うんですね、まあ、新しいやつはちょっと見てないんですけどあの今も買えますんで是非あの20代の方でこれからバックパッキング始めたいという方はこの UFO 大全はあの買って ください,いくらだったかなあの20 0 20ぐらいですかあの、まあ、20代にとってはちょっと高いかもしれないんですけど分厚い本ですごく読み応えがある本ですであの実用的な本、まあ、これ見てすぐあのバックパッキングに生きるかっていうとそうでもないとは思うんですけどあの、まあ、正直 こ,こ,のこの本に書いてあるものを全部揃えたら多分揃えすぎですねこんなに荷物いらないっていうぐらい紹介してありますけどあの、まあ、買うのは最小限であのいろいろ知識は身につけるっていう意味でおすすめの本ですでこのバックパッキング教書ですかねこちらあの田淵義夫さんっていうのがあの訳してるんですけどあの この ufo 大全から派生してですね。私は田口さんがすごい好きになりました。あの今でもエッセイを読むんですね。で、こちら側の田淵さんのエッセイですえー、薪ストーブの話ですね。薪ストーブのサイトなので、薪ストーブの話を、えー、春夏秋冬まあ、4回ぐらい更新しているように見える思うんですけど、あの私はこれを楽しみに見てます。 でまあ、田渕さんも知っておいた方がいいんじゃないかなと思いますね。この方はあの、えー、フライフィッシングもするのでそちらの役本も書いてたりするからあのいいと思います。私もあの20代の頃まあ、10代、20代は釣りしたんですけど最近はもう全然歩く方自転車、ロードバイクの方。 でなかなかその釣りをやる時間ないんですけどあの、まあ、一つ一つやってたら本当にキリがないんであの最近は釣りは諦めてるんですけど田口さんはあの、えー、とここには紹介してないんですけど、えー、田舎暮らし的なあの自然の暮らしこの方はあの長野でその森の中で森の生活してて「観山の森」からとか「森からの手紙」とか「川からの手紙」とかそういうエッセイもすごく。 面白い本なのでこの田淵さんの本もおすすめします。であの、まあ、これはちょっとそこから派生してってあの森の暮らしから派生してっていうことなんですけどヘンリー・デビットソローの「森の生活」これ知らない方是非、まあ、読んでもらいたいんですけどあ,のある一定の年齢の人は読んだことあると思うんですけどあの20代の方はまだ読んだこと なないいかもししれないので、まあ、ご紹介します私はこれをあの見てすごく田舎暮らしに自給自足の暮らしっていうか、まあ、この方はあのカナダの、えー、川をたどって、まあ、あの池の湖畔で池の湖畔っていうか湖畔で1人で生活するっていう話なんですね自分で小屋を,小屋を建てて <laughs> ただ余談ですけどこの方はあの最終的には そそこの後半を離れたそうです、まあ、やっぱりその一人で荒野にその自然相手に暮らすっていうのは大変なんだと思いますがすごく有名のある話でした私もこんなのやってみたいなと思った本でした、えー、ぜひ今日ご紹介した本をまだ読んだことないっていう方はあのー、名著なので、あのー、ちょっと古いかもしれませんけどおすすめします 40代より上で、まあ、昔読んだななんていう方もですね新しくなんか変えるようなのであのー、ぜひもう一度読んでみたらいかがかなと思いますまたあのえこういった話も本の話もしたいと思いますのでぜひ。